寝返りを打てればウエストが細く締まります。皆さんこんにちは、ゆうきです。今日は寝返りを打つだけでウエスト周りがキュッと細く、そして腰周りのお肉まで落ちてしまう、そんな素敵なエクササイズをご紹介していきます。さすがに寝返り打つだけでウエスト周り締まるわけないだろうと、そうお思いじゃないですか。いや、そもそも寝返り打つだけでウエスト痩せるんだったらば、もう全世界の人間が寝るだけで痩せているはず、みんなくびれてるだろう、そんなツッコミがね飛んできそうですが、正確には正しく寝返りが打てる方はウエストが細くなるということです。まあ、どういうことか今から解説をしていきます。まずウエスト周り、前回の動画でもお話をしましたが、お腹周りや腰周りの浮き輪肉というのは腹横筋という奥の筋肉や腹斜筋という斜めの筋肉が使えていないとどうしてもついてしまう。そして猫背、腹直筋が縮んで、猫背の方も下腹にお肉がついてしまいやすい、腰周りがたるみやすい、そんなお話をしていました。しかし脇腹をひねって意識をしてもなかなかそれでも落ちないっていう方結構ねいらっしゃるんですね。それがなぜかというと、実はこの筋肉の奥、背骨の柔軟性っていうのが関係してるんです。チェックをしてみましょう。このように人間には腰椎、腰の骨、胸椎、胸の骨、そして首の頸椎というふうに大まかに分けて3つの骨に背骨が分かれています。この中で今言ったように寝返りを打ったりとかするとき、そして体をねじるときに使うのは腹斜筋を使った結果、この胸椎、胸がねじれていきます。本来の人間の正しい可動域としては腰が4度ねじれて、胸が30度から35度ぐらいねじれて、それで45度体をねじるという動きが初めてできるんですけども、多くのウエストがくびれない方というのは胸が固まってねじれない、この胸椎がねじれないから腰ばっかりひねって腰痛を起こしてしまったり、お腹周りがたるんでしまう、そういった原因になってます。なので寝て起きて朝一腰痛があるとか、体が腰周りが固まってるっていう方も実は胸椎が硬くなっています。どういうことかというと、このあばら骨のラインから骨盤のライン、こういう斜めの腹筋がついています。例えば右に回すときはこの左斜め上の腹斜筋、外腹斜筋と右斜め下の内腹斜筋がキューッと収縮し合ってねじれた結果、胸、ここがねじれてるわけです。これに対して普段デスクワークとかで縮こまって硬くなっちゃってる方、猫背の方は胸椎がねじれないから腰をひねるという風な形になってしまうわけです。その結果思ったようにこの腹斜筋が使えなくて、お腹腰周りは脂肪がたぶっと溜まってしまう、そういったメカニズムになっています。なのでそのチェック法として寝る前にやってもらうと分かりやすいんですが、寝返りを正しく打てているかどうか、これを見れば本当にその方がウエスト周りがくびれる使い方ができているかどうかというのが分かりますから、そのチェックをしてみましょう。では皆さんがウエスト細くなりやすいタイプか遠くなりやすいタイプかのチェックをしてみましょう。手を遠くへ引っ張って腹斜筋をしっかり使って、胸椎、胸の背骨、ここが柔らかい方は引っ張るだけで勝手に体がくるんとひっくり返って何のストレスもなく寝返りを打つことができます。反対側も一緒、この状態から手を上げて手を動かすだけで勝手に体がひっくり返る。めちゃくちゃ簡単そうに見えますけど、皆さんやってみてください。手を伸ばしただけだとねじれない方、こういう方はだいたいね足で地面を押すか腰を反って寝返り打つか、いろんなところにね無駄なところにたくさん力が入ります。で一晩中ガーッと腰反ったり足で地面を蹴って寝返りを打とうとするから、寝てる時にふくらはぎがつったり、なんか寝起きに腰を反ってるから腰が痛くなったり、最終的にひどくなったら寝返りが打てなくなるから、ずっと血流が滞ってしまって循環が悪くなってめちゃくちゃ体が寝起きづらい、そういった状態に陥ってきます。さらに言うと酸素の摂取量も下がってきますから、寝起きぼーっとした時間が長く続いたり、なかなか気持ちが切り替わらない、そういった集中力の低下にもつながっていきます。ウエスト周りを細くするだけではなくて、日常生活のクオリティを上げるためにもこの胸椎の柔軟性、今日はしっかりと出していきましょう。では寝返りを打つだけでウエストが細く締まるようになる5ステップストレッチご紹介していきます。まずやっていく前にウエストをくびれさせるためのポイントを紹介していきます。このポイントを押さえているかどうかだけで全く効果が変わってきますから、これめちゃくちゃ大事です。では皆さん足ですね腰幅にして立ちましょう。膝が痛い方はクッションなどを敷いてください。この状態で片方の足を前に出します。この時に見てほしいのはご自分の骨盤の骨、
おへその横を伝ってわずかにした手のひら全体で触るとゴツゴツした骨、上前腸骨棘 ASIS という骨があります。この骨の高さがまず変わってしまう方、分かりやすいようにバーを置きます。この骨盤の骨の高さが本来は足を前に出しても同じ高さであればお腹が潰れていない、なのでねじった時にちゃんと腹斜筋が効いて胸がねじれていきます。それに対して硬い人というのは脇腹を縮めて骨盤の高さを変えてねじってるように見せかけて実は脇腹を潰して側屈という動きでごまかしてねじっていることが多いです。この骨盤の高さを必ずまっすぐに保った状態、これでねじってあげればしっかりとこの胸椎、胸の背骨がねじれるように変わってきます。特に立ってる時になんかクネクネしてる人とかたまにいませんか？最近のね若い子とか小学生は体幹部の筋肉が弱いから長時間立ってることができなくてなんかクネクネしちゃうなっていう子よく見かけるんですが、そういった子たちもこういったお腹周りが弱くなって胸椎も硬くなってる子めっちゃ多いですね。長時間集中して勉強ができない子たちもこういった体幹部のトレーニングや胸椎の柔軟性非常に大切です。それでは皆さん、この骨盤の高さを揃えたままねじっていくというイメージ保ちながら一緒に頑張りましょう。はい、では50秒間のストレッチ、10秒の休憩を5セット繰り返していきます。片方の足を前に出して骨盤をまっすぐ平行に、手を前に置いてツイストしていきましょう。ふう、思いっきり息を吐いて吸って、吐いて吸って、しっかりこの脇腹の筋肉を使っていきます。膝が痛い方はねクッションとかを引いてもらっていいですよ。ふう、はい、この時に骨盤の位置がグラグラしないようにおへそは正面向けたまま、しっかりと胸を後ろに向かってひねる。ふう、だいたい45度ぐらいねじれたらバッチリ胸椎が柔らかく動いてくれます。ふう、しっかりと胸の動きを感じて、ふう、深く吸ってゆっくり吐いて、ふう、呼吸は止めない、さらに深く、ふう、入れ替えましょう。何か支えがある方はこのような支えを置いて動いてください。はい、足を出したら骨盤の高さをまっすぐ、背骨をねじりましょう。できたら目線も後ろへ、そうすると首の骨、頸椎も一緒にねじれていきますよ。壁がある方は後ろの壁を触りに行くような感覚でも、たくさんねじるよりは骨盤をしっかり固定した状態で胸をねじる感覚、これを大切にしてください。胸椎、胸の背骨がねじれる感覚、特にこの背骨をイメージしてみましょう。自分の骨や筋肉を意識すれば少しずつ感覚がつかめてきます。今このあたり、胸のあたりがねじれていってますよ。ふう、呼吸を深く吐いて吸って、はい、イエス。では今度は少し動きを変えます。立ち上がってねじりのポーズ、足を開いたらツイスト、まずはこれだけ、足は腰幅ぐらいです。つま先と膝のお皿は正面に向けて、この隙間を保ったままねじる。ふう、脇腹が効いてきます。さらに胸をねじれる方、ちょっとレベルアップできる方はこのまま下へ、はい、これでしっかりと胸をねじり天井に目線を送ります。しんどい方は立ったままねじるだけで OK です。しっかりと脇腹力が入ってますか。ゆっくり息を吸って、目いっぱい吐いて、これだけでも結構じわじわと汗がかいてきますね。ふう、しんどくなったら体を起こしても大丈夫。はい、です。足入れ替えましょう。反対側、ちょっと僕だけ向き変えます。足は腰幅、しっかりと胸をねじって下へ。ふう、この時出やすい失敗としてはねじった時に体が前の足と反対方向にずれてしまいます。これでは脇腹潰しているだけ、必ず肩が膝を超えるぐらいねじっていくとちゃんと胸椎、この胸がねじれていきますね。同じポーズでも上半身の位置で全く使っているところや意味合いが変わっていきますよ。
しっかりと自分の筋肉を感じながら、今は腹斜筋や胸椎、この胸のあたりがねじれる感覚です。しっかりと骨を感じて筋肉と会話をしながら、はい、いいです。もう一回足入れ替えます。反対の足を一歩前です。ちょっぴりレベルアップ、きつかったらこの立ったねじりだけでも OK。 いけそうな方はツイスト。ふう、しんどいなと思うときは膝を曲げてついてもいいし、逆に余裕がある人は手をついて足を伸ばして、ふう、ヨガのポーズです。三角のねじりのポーズ。目線を天井を、長い呼吸。はい、これも肩を前の膝乗り越えるようなイメージでしっかりと胸をひねっていきます。硬い人はね、ちょっと胸が後ろに引けてしまうので、しっかりとねじり加えていきましょう。目いっぱい吸って、限界まで吐き切って、自分の呼吸の音を聞こえていますか？その調子で頑張って。はい、OK。 入れ替えましょう。今度は反対。また僕も、またもう一回ね、僕だけ向きを変えますね。こういう形。よくある失敗パターンとしては、ねじり、胸がねじれないから、こうやって上半身が脇腹を縮めて、ごまかして倒そうとします。必ず肩が足の前を通過するぐらい、ここまでいけばしっかりと胸椎がねじれてきます。これがしんどい時はこのポーズや立ったままねじるだけに変えてもらってもいいですよ。無理をする必要はありません。自分にとってしっかりと伸びを感じるポジションでキープしましょう。人とは比べず、自分と自分の中の気づき、これが大事です。はい、いいです。で、今度はツイスト。足をかけて肘をついて、このままねじっていきます。はい、これも脇腹のスペース大体変わってません。そして肩は反対側の膝を乗り越えていくぐらいねじってます。これがそもそも硬い方は寝返りがうまく打てませんから、寝起きにすごく腰痛が起きてしまったり、お腹周りに脂肪がつきやすいです。くびれをきれいにつけたい方、きれいなくびれを作りたい方は、しっかり胸が後ろ、目線も遠くへ。どうですか、脇腹の筋肉使えてますか？そして胸椎、胸の骨を感じられてますか？背骨の動きを意識して、つむじは天井の方に引っ張るような感覚で。はい、では今度は足を入れ替えていきます。こんな感じ。肘を外側に、肘と膝を押し合ってツイスト。はい、そしてここでも背骨が丸くなりやすい方、極力伸ばしましょう。骨盤を立てて、綺麗な背中、少し手で地面を押して大丈夫。これが辛い方はクッションとかをお尻の下に敷いて、必ず骨盤を垂直にすることを優先してください。丸い背中でストレッチをする癖がつくと、逆にお腹に脂肪がつきます。浮き輪肉がついてしまいますから、背骨を伸ばして腰回りの浮き輪肉をやっつけていきます。ただ伸びをするだけでも結構しんどいと思いますよ。もう一息頑張って、あと10秒。ふう、思い切り吸ったら吐く息でもう1センチ深くねじれていきます。はい、いいです。では最後は伸ばした足をツイスト。これは楽ちんですね。はい、手と足を反対側へねじって、はい、今日も脇腹が伸びてきます。思い切り息を吸う、ゆっくり長く吐く。はい、頑張りましたから、最後は心地よくストレッチでおしまいにしましょう。一日の疲れを取り除いていきます。ふう、これも目線はできたら指先の方向向いてもらうと、どん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 胸椎のねじれが深まっていきます。
このあたり、脇腹あたり、そして胸の前、脇の下、こういったところ、普段丸くなって縮まった部分を伸びていきます。呼吸のたびに体が地面に沈み込んでいくような感覚です。はい、です。今度は反対の足を上に上げてツイスト。足伸ばすのが辛い方は膝曲がっててもいいですよ。はい、で指先をパーにします。指の隙間を開き、手のひら遠くへ。はい、手と足を引っ張り合うような感覚で対角線上に伸ばしていきます。今日頑張った筋肉しっかりといたわって、腹斜筋が喜んでますね。しっかりと引き伸ばしましょう。ふう、思い切り息を吸う、長く吐いて、呼吸のたびに胸が大きく大きく膨らんでいきます。ふう、最後は深呼吸です。呼吸のたびに脱力。はい、いいです。 OK、 お疲れ様でした。これでだいぶ胸柔らかくなっていると思います。チェックしてみましょう。寝転んだ状態、手だけを伸ばす、これだけ。足で踏んだり腰を反ってブリッジをしようとしない、手を動かすだけでしなやかにスムーズに寝返りを打てるようになってきてますか。これができてくればエクササイズの中でもちゃんと脇腹が使えるようになって、最終的にウエストがほっそり締まるように変わっていきます。最初は難しいかもしれませんが、毎日続けてもらえれば 1,2 週間もすればきっと変化を感じるはずです。ぜひ一緒に頑張りましょう。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。